二刀流として異次元の活躍を続ける大谷翔平選手ですが、実は試合以外だとあまり練習せずふざけていると知ったら、皆さんはどう思いますか？そんなわけないだろ。大谷は誰よりもストイックだ。高校時代から努力家として有名。一体誰がそんなことを言ってるんだ。おそらくほとんどの方がこうした感想をお持ちになるでしょう。実は今同じく二刀流として知られるタイガースの右腕マイケル・ロレンゼン選手が明かした大谷選手の裏の顔が話題を呼んでいるのです。一体彼は何を語ったのか。今回はロレンゼン選手のエピソードや大谷選手との関係について海外ファンの声も引用しながら詳しく解説していきます。大谷選手の裏の顔とは、並み居るメジャーリーガーの中でも二刀流として通用しているのは大谷選手ただ一人。これまでメジャーリーグでも数多くの選手が二刀流に挑戦してきましたが、いずれも大谷選手には遠く及ばないのが現実です。昨季エンゼルスでプレーし、今季はタイガースに所属するロレンゼン選手もそのうちの一人。大谷選手とも仲が良いことで知られています。エンゼルス在籍時の大谷選手についてアメリカのポッドキャスト番組ファウルテリトリーのインタビューにて次のようなエピソードを述べています。大谷、性格は最高だし、テレビを見ながら一日中冗談を言っている少年のようだったよ。裏では本当にこんな感じなんだ。真面目すぎない。僕の親友だし、半端ない男だ。彼は二刀流として知られているが、僕も2018年から2021年まで外野手として出場していたからね。いつも大谷に、エンゼルスで一番最初に始めたのが俺だって言ってたんだ。ユーモアを交えながら大谷選手の印象についてこのように述べたロレンゼン選手。さらに大谷選手の練習に対する考え方についても言及します。彼が先発する日は充電されたバッテリーのようだった。ある程度練習はするけど、オーバートレーニングをすることは決してない。他の選手は登板間にクレイジーなトレーニングをするのが普通だったからね。普段どんなランニングメニューをする？と聞いたら、ベース間を走るだけだと答えていたよ。本当にただそれだけ。ハードな練習をしてるのは見たことがなかった。これってなんだか意外ですよね。大谷選手は二刀流としてこれだけの成績を残しているんだから、毎日練習漬けだと思っていた方も多いはず。もちろんトレーニングを一切しないということはないでしょうが、やはり気持ちの切り替えや時間の使い方が他の選手に比べて抜群にうまいということがわかるエピソードですね。そんな大谷選手の素敵なエピソードを披露したロレンゼン選手ですが、今季再び投打の二刀流を目指すことを宣言したのです。エンゼルス時代は先発投手に専念し、一度もバッターボックスに立つことのなかったロレンゼン選手。タイガースに移籍した今、大谷選手について、そして自身の可能性についてどのように感じているのでしょうか。大谷選手のおかげで人生が変わった。もともとロレンゼン選手は長打力に定評のある外野手としてカリフォルニア州立大フラートン校の野球部に入部しています。その後、類稀なる強肩っぷりが指導者の目に留まり、2年目からはクローザーとしても起用されるようになりました。こうして投打で名を知られるようになったロレンゼン選手は、翔平大谷の名が知れ渡る前からメジャーで二刀流として活躍するという大きな夢を抱くようになったのです。しかし、彼を待ち受けていたのは厳しい現実でした。2013年に1巡目でレッズに入団したものの、当時は二刀流を育てる概念など一切存在しなかったのです。どうか投打両方をやらせてくれないか。いくらフロントにこう言っても希望は通らず、あくまでレッズは彼を投手として考えていたからです。自分が思い描いていた二刀流とは程遠い現実にどうしようもなく打ちのめされるロレンゼン選手。失意のまま迎えた2017年のオフ、チームの編成担当から思わぬ提案が舞い降りました。日本から大谷という選手がポスティングを利用してメジャーに移籍してくる。レッズも獲得競争に参戦するつもりだ。プレゼン資料で二刀流起用案をアピールしたいから協力してくれないか。ロレンゼン選手は当時をこう振り返ります。最初それを聞いた時は、冗談じゃない、絶対に受けてたまるかと思ったね。僕はこれまで5年もアピールしてきたのに、無理だ、不可能だって言われ続けてきたから。でも
フロントからどうしても協力してほしいと言われて、プレゼン資料作成に力を貸したんだけど、その年に大谷はエンゼルスに入団した。結果についてはみんなも知っての通り、彼は1年目から目覚ましい活躍をしたんだ。二刀流大谷翔平誕生の裏話を語ったロレンゼン選手、当時はやるせない思いだったようですが、結果的にこの出来事がロレンゼン選手の人生をも変えることになりました。確かに最初は嫉妬していたけど、僕は大谷に感謝しているんだ。彼のおかげで二刀流の道が開けたからね。ロレンゼン選手がこう言うように、大谷選手の影響はレッズにも及びました。この年の8月13日ロレンゼン選手は9回表から右翼手としてメジャーで初めて守備につくと、その裏に打席に立ち見事センター前ヒットを放ったのです。その翌年はさらに飛躍を遂げ、中継ぎとして 83.1 回に登板しながら外野手として89イニングも出場、9試合で外野手と投手を試合中に兼任するという見事なまでの二刀流を披露しました。今でもロレンゼン選手はこう振り返ります。彼が二刀流という夢を貫いて努力してきたおかげで道が開けた。大谷がいなければレッズが僕に二刀流のチャンスを与えることはなかっただろう。なんだか大谷選手とロレンゼン選手の仲の良さも相まって思わず感動しちゃいますよね。成績不振のためエンゼルスからタイガースに FA 移籍しましたが、改めて二刀流に挑戦すると決意したロレンゼン選手、果たして新天地で実力を発揮することはできるのでしょうか。大谷選手のスイングを参考。エンゼルス時代は投手に専念し、打者としては一度も出場することのなかったロレンゼン選手、もともと二刀流に対して並々ならぬ思いを持っているだけに、エンゼルスの起用法については不満もあったようです。ミシガン州の地元メディア M ライブのインタビューにてロレンゼン選手は次のように述べています。エンゼルスは昨年自分に一度も打たせてくれなかった。挑戦し続けたけど彼らはやらせてくれなかったんだ。一度も機会を与えられなかったのは正直苦しかったね。もちろんタイガースでも挑戦し続けるよ。僕は人生を通して中堅だった。メジャーでも中堅になるはずだった。自分にとってはメジャーで投手を務めているのが奇妙なんだ。自分が思う本当のポジションはセンターだ。このように思いを吐露したロレンゼン選手、とはいえ自分の希望通りにいかないのもプロの世界でしょう。ロレンゼン選手は先発だけでなくリリーフもこなしながら結果を残そうと懸命に努力をしてきました。当時の起用法についてエンゼルスの元監督ジョー・マドン氏はこう語っています。彼については攻撃面でも外野でも使うつもりはない。一番の優先順位は彼が投手として先発できるようにすることだ。しかし緊急の外野手として確保しておくことも損にはならないことは理解している。このようにあくまで先発のローテーションの一人としてロレンゼン選手を計算に入れていたことがわかりますね。いずれにせよ本人の気持ちとフロント陣の考えが合わなかったエンゼルス時代、新天地となるタイガースでは大谷選手に次ぐ二刀流として活躍することができるのか気になりますよね。実際のところロレンゼン選手の打撃能力はなかなかのものがあるんです。メジャー初打席となった2015年を皮切りに通算で打率2割3分3厘 OPS7 割1分とピッチャーとは思えないほど良い成績を残していますからね。また通算の本塁打率も 19.0 と高く、これは松井秀喜選手が自身メジャー最多の31本塁打を打った2004年の本塁打率 18.8 とほぼ同じ数字なんです。しかしその反面三振率は 32.0% と非常に高く、当たれば飛ぶという典型的な選手と言えるかもしれません。そんなロレンゼン選手ですが2022年のオフシーズン打撃改善に取り組んだと述べています。この冬スイングを改善したんだ。バットの軌道をね。特に去年の3月大谷のオフトレーニングを間近で見れたことが大きい。かなり良い感じだよ。チャンスがあれば打者としても成功できると思う。このように投手だけでなく打者としても挑戦すると表明したロレンゼン選手、今のところタイガースでも打席には立っていませんが、挑戦し続ける姿勢が何よりも素晴らしいですね。大谷選手は何があっても二刀流を続けるべき。自身も二刀流として実績を残している以上、
大谷選手の偉業を誰よりも認識しているのはロレンゼン選手かもしれません。アメリカの4大ネットワーク FOX の試合中継中にインタビューを求められ、大谷選手について次のような熱い思いを語っています。大谷はチームの全体打撃練習にはあまり参加しないんだけど、よくわかる。両方をやるためには実はどちらのトレーニングもやりすぎてはダメなんだ。つまり日々の過ごし方をシンプルにするということだね。投手として肩と肘のケアを大事にしないといけないのはもちろんだけど、僕は基本的に投打両方ともやる場合はどちらかに特化した練習ではなくて、アスリートとしてのトレーニングに重点を置いた方が効率的だと考えている。両方をトレーニングするには時間が足りないということもあるけど、そもそもグラウンドでのパフォーマンスは身体能力に任せればいいんだ。大谷は究極のアスリートだから二刀流をハイレベルで実現しているよね。またインタビュアーから二刀流は怪我のリスクがさらに高いのではと聞かれると、怪我したらすぐにやめた方がいい、どちらかに集中すればいいという批判が起きるけど、それは違うよと僕は言いたい。怪我は野球選手である以上仕方がない。大谷は怪我を克服して今年活躍した。だからこそ彼はこれから何があっても二刀流を続けていくべきだと思うし、僕もそうありたいと思っている。まるで自分に言い聞かせるように、こう答えたのです。ツイッターなどの SNS を中心に現地ファンからは、さすが元祖ツーウェイプレイヤーが言うと説得力が違うな、大谷と自分を比べてるようじゃ彼はまだまだ成功しないよ、同じ土俵にも立っていないんだからね、このように賛否両論の意見が相次ぐ結果となりました。まさに今シーズン二刀流に立ちはだかる常識という壁を乗り越えるべく戦うロレンゼン選手、大谷という素晴らしい選手を参考にしながら二刀流として良い成績を残してほしいですね。ロレンゼン選手がタイガースで二刀流に成功すると思った方は成功すると、通用しないだろうと思った方はぜひご意見をコメント欄にご回答ください。大谷選手に対する思いや二刀流に対する持論についても面白いと感じた方はぜひいいねと一言コメントいただけると嬉しいです。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。